誠意を込めて作曲した曲は演奏する方にも伝わって、演奏者が心を込めて演奏した音楽は聴衆にも伝わるんだと思います。これじゃあ全然海の情景に見えないなとか、嵐はこんなもんじゃないだろうなと、何度も何度も自分には才能がないなって悩んで苦しみました。私は田川先生と新居浜小の子供たちに作曲家として一番大切な時期に出会えて本当に良かったと思っています。皆さんこんにちは、作曲家の八木沢です。毎回冒頭にお話していて恐縮ですが、私は今年で作曲家としてデビューして20周年を迎えたこと、そして新型コロナウイルスの影響で自粛中ということもあって、何かこれまでと違った形で情報が発信できないかと考えた結果、作品の背景を自ら語る動画や何か次世代に役立つメッセージと思ってこれまでの体験を振り返った動画を YouTube で配信しています。今回でこの企画は11回目になりますが、何よりも私自身の記憶の整理や多くの方々に支えられてきたことに改めて感謝するきっかけになればと思って撮影を続けています。本日のテーマは運命を変えた自作品エピソード1として、今後はこのテーマも連作で配信していきたいと思っています。私がフリーで生活していくには厳しいと言われるこの音楽業界で作曲家としてこれまで20年も活動できたのは、多くの方々の支えはもちろん、やはり運命を占うようなきっかけがあったからです。このシリーズではそんな私の作曲家生命を左右することになった自作品について何回かの動画に分けて、いくつか印象的なエピソードを配信していきたいと思っています。誤解のないようにお伝えしますが、全ての作品に当然ながら子供のような愛着がありますし、その作品に関わる依頼団体、そして初演団体の大切な関わりもありますので、どの作品にも当然ながら思い入れがあります。あくまでもこのシリーズでお話していくのは、私が作曲家として活動していく上で想像もしていなかったような展開となった、きっかけとなった作品という意味でお届けします。当然ながらここで言う作品はデビュー当時のまだ全く私の名前が出ていなかった頃の作品が中心となってきます。そのことをあらかじめご了承ください。さて、前置きが長くなってしまいましたが、私の作曲家としてのデビューのきっかけは21世紀の吹奏楽共演であったことはすでにいくつかの動画でご紹介していますので、ここではお話ししません。今回は先日のプレミア公開でお話しした田川真一郎先生と千葉県の市川市立新居浜小学校吹奏楽部の移植作品として作曲した吹奏楽のための恩師輝きの海へについて、前回よりも少し掘り下げた内容でお話した後に、この輝きの海へを作曲したことで変化していった私の環境についてお話していきたいと思います。さて、前回からの続きのお話になりますが、初めて田川先生と出会ってからすぐに子供たちが1年をかけて取り組めるような作品を書いていただけませんかというご依頼をいただきました。私は心が躍るほど嬉しかった反面、ものすごいプレッシャーも同時に感じました。なぜならば田川先生からご依頼をいただけるということは大変光栄なことなんですが、当時まだ26歳であった新人作曲家に子どもたちが1年をかけて練習する作品を任せてしまって本当に良いのだろうかと不安になる気持ちもあったからです。小学生は高校生とは違って次から次へと多くの曲を音出しして練習することは技術的にも精神的にも難しいです。一度メインの曲と決めてしまったら、後からたとえ選曲ミスと気づいてしまっても変更はできないはずだと思ったからです。こんな重大な大役をまだ数曲しか吹奏楽曲を作曲していない代表作もない新人に依頼してしまって本当に大丈夫なのかと私は自問自答したことを今でも覚えています。私は大きな責任を感じて、田川先生に自分の作風をもっとご理解いただくためにも
未出版の吹奏楽曲の音源を集めてお聴きいただくことにしました。音源をお聴きいただいて田川先生の求める音楽と全く違うならば、せっかくの素晴らしいチャンスでしたが、諦めるつもりもありました。音源をお送りして数日経った頃に、私の吹奏楽のための叙情詩秋風の訴えという曲の中間部と、ピアノと吹奏楽のための競争的組曲という曲の2楽章、田川先生はこの2曲のようなコラールを最大限に生かした作品をぜひ子供たちのために書いていただけませんか、もうすでに私の中には具体的に書いていただきたい構想があるんですという思いがけないお返事をいただけました。そして直接田川先生とお会いすることになり、田川先生が子供たちのために構想した作品のイメージを受け取ることになります。ご依頼の文章には曲名として吹奏楽のための恩師輝きの海へ、そして演奏時間は6分40秒程度、楽曲形式としては3部形式で、第1部としてキラキラと輝く朝の海、そして第2部として荒れ狂う嵐の海、そして第3部として優しく包み込むような雄大な海というものを表現してほしいと書かれていました。もちろんその他にも編成など詳細が記されていました。田川先生は私に対して、失礼なことは十分承知していますが、なんとかこの構想で書いていただけませんか、そして子どもたちが多くの困難をも乗り越えて希望のある未来へ向かってほしいというメッセージを作品に込めたものにしていただけませんかとお話しされました。私は田川先生の子供への愛情を最大限に生かした作品を全身全霊で作曲することを決意したんです。しかし当時は時間があったものの、思うように曲は進みませんでした。田川先生は新居浜小に転任された時に数名しかいなかったバンドを2年も経たないうちに全国トップクラスのバンドに育て上げられていたことや、そして前任校であった市川市立大賀島小学校の神がかった名演をたくさん聞けば聞くほど、私には多くのプレッシャーがかかっていろいろと考えてしまっていたんです。なかなか思うように作品を書くことができなくなってしまいました。これじゃあ全然海の情景に見えないなとか、嵐はこんなもんじゃないだろうなと、何度も何度も自分には才能がないなって悩んで苦しみました。そんな時に田川先生からお電話があって、一度新居浜小の練習にいらっしゃいませんか、きっと子供たちの姿を見るとイメージが湧きますよとおっしゃられていました。田川先生のことですから、新人の私が苦労しているということも察してらっしゃったんだと思います。実際に新居浜小吹奏楽部の練習にお邪魔すると、その練習風景と子供たちの姿は衝撃的でした。正直子供なんて全く思えない雰囲気でした。田川先生とやり取りをする子供たちの様子や礼儀の正しさ、そして仲間たちへの気配り、とても小学生なんて思えませんでした。彼らを見ていると自分が緊張してしまうほどの雰囲気でした。何よりも田川先生のご指導は音楽的な内容そのもので、この先生と子供たちならば絶対に私の描いた音楽を何倍にも表現してくれると目が覚めたような気持ちにもなりました。私は自分のプライドのためではなくて、心を改めて田川先生と新居浜小の子供たちが心から感動できる作品を書こうと今一度考え直したんです。結果として締め切りは遅れてしまったんですが、私の27歳の誕生日を過ぎた4月半ば頃にようやく輝きの見えは完成して、田川先生にスコアをお渡しすることができました。田川先生はお渡ししてすぐに楽譜を読み込んでくださっていて、オーケストレーションや和音進行など細部にわたるまでのご質問がたくさん届きました。これほどまでに楽譜を研究されるとは私の想像を超えていて、作曲する責任というものを改めて感じたほどでした。田川先生と意見交換をしたり、アドバイスも作品に反映させたりして、ようやく最終稿のスコアも完成することができました。しかしもう一つ、この作品を子どもたちが演奏するためには大きなハードルが残っていました。それは
参考音源がないという問題でした。やはり子どもたちにとって完成したばかりの参考音源のない新譜は全体の様子が見えないので難しかったんです。田川先生ご自身はスコアから作品の内容を感じ取ることはできても、子どもたちがスコアリーディングをすることはさすがに不可能だったんです。そんな時に私が当時交流を持っていた地元の千葉県立市川西高等学校吹奏楽部の顧問であった吉田忠先生にご相談したところ、快く参考音源制作のご快諾をいただいたんです。先日の動画でもお話していますが、市川西高校は現在の市川すばる高校です。このような交流がなかったらこの輝きの海もどうなっていたか分かりません。参考音源を作るときは田川先生と新居浜小の子どもたち全員とで市川西高校へ伺いました。吉田先生も市川西の生徒さんたちもかなり気合を入れてくださっていて、短時間の練習にもかかわらず見事な模範演奏をしてくださいました。吉田先生は録音が終わると、八木沢さん本当に感動的な曲を書きましたね、これは新居浜小が演奏したら絶対に話題になりますよといつも以上に興奮した口調でおっしゃられて、市川西高校の生徒さんたちもこの曲は私たちが演奏したいですよ、新居浜小ばっかりずるいですよっていう感じで無邪気に話しかけてくれたことを今でも覚えています。それは本当に嬉しかったですね。だって当時自分の曲がそんな風に言ってもらえるなんて初めてのことだったので、そんな反響が想像もしていなかったんですよ。そして田川先生も、八木沢先生本当に良い曲を書いてくださいました、私のイメージ通りです、子供たちと1年をかけてしっかりと音楽を作ります、ありがとうございましたと笑顔でおっしゃられて、多くのプレッシャーのある中で作曲した緊張感がようやく緩和されていきました。新居浜小は早くも2ヶ月後の6月に地元で開催されたフェスティバルで輝きの海を世界初演されました。短期間の演奏とは思えない名演にすぐに反響も私のもとに届いてきました。大人顔負けの表現力のある音楽作りに私は何度も何度も涙をして、作曲家になったことを誇りに思ったほどです。コンクールでも千葉県大会、東関東大会、東日本大会と回を重ねるたびに素晴らしい演奏になっていきましたし、全国1位となり文部科学大臣賞を受賞し、サントリーホールで記念披露演奏した時の演奏の舞台の感動、そして1年の締めくくりとなる演奏会での熱演は言葉にできないほどの気持ちでいっぱいでした。そして21世紀の吹奏楽第6回共演でも輝きの海は採用され、未出版であったにもかかわらずすぐに全国各地からたくさんの楽譜のお問い合わせが届きました。もともと田川先生と新居浜小の子どもたちが演奏することだけのために作曲した曲がどうしてこんなにも反響があるんだろうと半信半疑な気持ちでしたが、新居浜小の子ども離れした素晴らしい熱演と、そして共演で佐藤正人先生指揮の川越奏和奏遊会吹奏楽団の名演がこのような想像を超えた展開につなげてくださったのだと私は思っています。ブレインミュージックから楽譜がレンタルされてからは、輝きの海を演奏されている全く面識のない学校の先生方からメールでたくさんのメッセージが届くことになります。こんな経験は当然ながら初めてなので、喜びの気持ちやら驚きの気持ちでいっぱいでした。実はこうしてメールをいただいた先生方とは未だにお付き合いが続いています。例えば大阪交響楽団チューバ奏者であり、大阪府立市岡高等学校吹奏楽部の指揮者である塩見弘明先生、塩見先生には後に春レモナードヨーロッパデハスケから出版されることとなる愛の歌やチューバ協奏曲のご依頼もいただきましたし、東海市吹奏楽団の移植作品として作曲した太陽への参加、大地の鼓動へという曲を書くきっかけもいただきました。また元京都府立桃山高等学校吹奏楽部の顧問指揮者であった安原俊夫先生、安原先生はメールだけではなくて大阪で開催された演奏会に生徒さんたちを全員連れてご挨拶にまで来てくださいました。数年後には移植作品としてペルセウスという曲を作曲しましたが、
この作品は後にハル・レオナード・ヨーロッパ・デハスケとの信頼関係を築く上で大きな役割を果たした曲となります。また安原先生と桃山高校は当時最も私の作品を演奏し続けてくださったバンドにもなりました。そして東京の堀越高等学校吹奏楽団の吉澤隆先生からもメールをいただきご縁ができました。移植作品として青き宇宙、サグラダ・ファミリアの鐘、モノノウを作曲して、これらの作品によって私はヨーロッパに進出するきっかけにもなりました。特に青き宇宙はヨーロッパで歴史的にも権威があるスペイン・バレンシア国際吹奏楽コンクールの課題曲にも選ばれて、審査員としても現地に招かれて芸術的な吹奏楽を肌で感じる素晴らしい体験にもなりました。また新潟明訓高等学校吹奏楽部の増口和義先生からもメールをいただいて、音楽への情熱を語り合って意気投合して未だに激励をいただけるお付き合いをしていますし、奈良県の先生方は事前に輝きの海への情報を聞きつけて、遠く離れた東京で開催された共演の会場までいらっしゃってくださって、たくさんの激励を直接くださいました。その他ここではご紹介できないほどたくさんの方々から激励のメールをいただきましたし、夏になっていくと全国各地の中学生高校生たちからもメッセージが直接いただけるようになりました。作曲当時には全く想像もしていなかったこのような状況に、私は戸惑いながらもこの辺りから吹奏楽現場の作曲家として自覚と責任が芽生えてきました。また海外での展開にもつながりました。シンガポール在住の吹奏楽指導者である大浦武弘先生からもメールをいただきまして、2005年に大浦先生の指揮とシンガポールユースウィンドオーケストラによって第12回世界吹奏楽大会ワスベで輝きの海が披露されて、それがアジア諸国全域に私の名前が広がるきっかけとなりました。今こうしてアジア諸国で私の作品が頻繁に演奏されていたり、私が直接ゲストでお迎えいただけているのは間違いなくこのワスベの時がきっかけです。また日本でも輝きの海は吹奏楽のジャンルを超えて映画音楽としても使用されました。それは2015年に公開された宮部みゆきさんの原作のミステリー映画ソロモンの偽証後編で挿入曲として使用されたことです。これは映画終了後の字幕テロップっていうんですかね、あの一番最後の場面にも曲名や作曲者名も載せていただいたこともあって、吹奏楽関係者だけではなくて一般の方々からもメッセージをいただくことができました。新人作曲家、そして卵の卵であった私が田川先生と新居浜小の子供たちだけのために作曲した曲が想像もしていなかった展開になって、私自身が一番驚いています。こんな経験があったからこそ、私は今でも作品を依頼された時にはできる限りそのバンドの練習風景を肌で感じてから作曲するようにしています。誠意を込めて作曲した曲は演奏する方にも伝わって、演奏者が心を込めて演奏した音楽は聴衆にも伝わるんだと思います。私は田川先生と新居浜小の子供たちに作曲家として一番大切な時期に出会えて本当に良かったと思っています。今回の動画は運命を変えた自作品エピソード1としてお話ししました。また今後もこのようなエピソードをお話していきたいと思っています。本日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。